ザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴弘がお送りします。ラジオ新大陸。今回お迎えしたのは、吉田あかりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、あかりんって、はい。呼んでいいんですよね。あかりんって呼んでください。初対面ですよ。あ、もう全然もうずっと10年間あかりんでやってきたので。本当ですか？はい。僕は、次会ったら、みちゅって呼んでください。あ、次会ったらみちゅって。次会ったらみちゅだよね。急に近い。はい、順番だんだん距離を詰めて。次会ったらみちゅ。はい。かわいいですね。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。三浦のね、見て、ピチュっていうインスタグラマーがいて、はい、その人の活動を真似してるうちに、うんうん、ピチュじゃなくてみちゅっていうふうにしていったっていう経緯なんですけど。へぇ、かわいいでもなんか。ありがとうございます。はい。そんなね、こう、あかりんの活動を改めて簡単にまとめると、はい、NMB48 1期生としておよそ10年間在籍、はい。アイドルの活動と並行してファッション誌レイの専属モデルやコスメのプロデューサーを務めて、美容系の YouTuber としても活躍されているということですけども、はい、まずはね、10年間お疲れ様でした。ありがとうございました。長かったっすね。そうですね。14歳からいて24歳までいたので。もう本当に青春をね、まるっと捧げて。全部ここで成長したって感じですね。でもやっぱりああいうこう、うん、僕も AKB さんはミュージックビデオやらせてもらったこともあったんで、はい、すごいこう、仲もいいし、うんうん、仲もいいんだけど、同時に競争する気持ちは皆さんあるし、ね、日本最高の学校ですよね。いや、本当にそう思います。うん、もう、やっぱ、うん、総選挙とかも、本当に必要だったなってすごく思いますし、うんうんうん、コミュニケーションとかもやっぱ握手会で常に取れるし、うん、で、もうすごい、もう本当に教育だと思います、あそこは。うん、そうですよね、うん。なんか、ビジネスって、基本的に、まあ僕広告の仕事やってるんですけど、はい、クライアントさんもいるし、うんうんうん、同時に、そのファン、はい、ユーザーもいて、うん、その両方見ないといけないじゃないですか。そうですね。っていうビジネスの構造が、うん、まんま、そのレコード会社、レーベル、あるいは秋元さんみたいな、こう、大人の方々がいて、うんうんうん、でもファンの方もいて、両方とちゃんと繋がんなきゃいけないんで、あれはね、ほんとね、いい教育のシステムだなと思って、見てるんですよ。そうなんですね。でも、やっぱりあそこで経験したことがあるから、うんうんうん、なんか、卒業しても全然不安じゃなかったというか。なるほど。それはすごく大きいと思います。うん、卒業決心できたのも、やっぱ10年間の経験で、うん、アイドルってやっぱり、その、まあ、ステージとかがメインだったりはする、して、歌って踊るのがメインだったりはするんですけど、うん、まあ、私はモデル活動もやらせてもらえたし、うん、お芝居もやらせてもらえて、うん、で、バラエティもできて、うん、で、私はそのままコスメプロデュースだったり、YouTube とか、アイドルを軸に本当にいろんなことができたなって、これって芸能界に普通に入って芸能事務所に入ると、やっぱ、枠が決められるじゃないですか。軸足はどれなのみたいな、ね。そう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 。うん、なので、それがなかったから、今こう、一歩飛び出しても何でもこう、今日急にラジオ来ても、あの時やってたから大丈夫だなって思えるし、それってアイドルのすごいいいシステムだなって、すごく感じました。そうですよね。うん、いや、だから僕ね、AKB とか NMB とかもそのグループの方々から、これからもうちょっと経ったら、なんか政治家とか、市長とか、あるいはもうその上場する経営者とか、いろいろすごい人出てくるんじゃないかなって思ったりもするんですよね。まあ、小島さんとかもすごいですもんね。あ、そうですね。今ね、お仕事されてね。はい。でも本当に今回卒業公演がね、コロナ禍の中であったっていう、すごい特別な経験だったと思うんですけど、はい、こう、ステージに来られないメンバーもいらっしゃって、まあオンラインの中継で繋げたってことだったと思うんですけど、実際こう、どんな感じでした？やってみて。まあ、卒業コンサート自体も、もうコロナ禍で、本当に開催するのが大変で、私、去年の、おととしか、おととしの年末にはもう卒業決心してて、もう、この1年は、NMB も10周年だし、卒業するために、すべてのことを捧げようっていうので、まず、4月に、あかりんフェスって言って、自分主催の、アイドルの自分と、まあ、モデルとか YouTuber とかいろいろやってて、自分しかできない、フェスをやろうって考えてて、で、それが4月に開催だったんですけど、まあ、ずっと打ち合わせも始まってきながら、あれこれできないってなって、で、もうその頃には、本当はそこのあかりんフェスで卒業発表しようって思ってたんですよ。で、半年かけて、NMB にできること全部返して、10周年で卒業しようって思ってたんですけど、予定が来るこれって思って。そうですよね。こう、散々準備してね、自分のストーリーを描いてたのに、悔しい部分もありますよね。そうですね。もうどうしたらいいかわからなくて、でも誰にも怒れないし、だから、どうしようどうしようって悩んで、
で、お誕生日に、うん、もうそれもオンラインの開催で、うんうん、あの、あかりんの部屋って言って、はい、メンバーみんなに相談に乗って、はい、みたいな、はい。そこで最後卒業発表って、うん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 、YouTube で自分がやってきたもので卒業発表しようっていうので、うんうんうん、YouTube で発表して、うん、で、そこから10月に卒業コンサートをしたんですけど、うんはいはい、でもその後もやっぱ卒業公演がだんだんできなくなってきて、うんうんうん、で、11月が卒業公演だったんですけど、うんうんうん、その時、ちょうど体調崩しちゃって、私も。で、普段ならステージに立てるぐらいの体調の崩し方だったんですよ。はい、熱で出ても、前までなら38度あっても。うん、まあ、その、日本一の教育機関であり、日本一のブラックな職場でもあるっていう部分も、まあ、ちょっとあるにはある。やっぱ、そんな自分には甘えてられないから。そんな自分には甘えてられない。本当に、フラフラでもステージに立ってたんですよ。うん、やっぱ楽しみに来てくれてる人も、いらっしゃいますし、うんはい、でも今はそれがちょっと許されないじゃないですか。だから延期っていう形をとって、で、1ヶ月卒業が延期になったんですよ。っていうのもあったから、もう本当にバタバタの1年で。でも今回、こう、コロナ禍で、ライブもなかなかできなかったり、はい、みんなが集まりにくくなってる時に、うん、その N、もう、表に出る仕事をしてる人たち、はい、みんな苦しかったと思うんですけど、はい、あかりんさんって、まあ、まだ全然若いのに、はい、ある意味、こう、一番ね、はい、一期生でリーダーでもあるわけじゃないですか。そうですね、後輩のその、うん、メンバーにどういうふうなメッセージを投げかけたんですか？みんな不安な方も多いですよね、きっと今。そうなんですよね。うん、なんか一回、うん、なんか全員でズーム会議みたいなのが自粛中かなんかにあって、うんうんうん、もうスタッフさんから、うん、もう全員メンバーが。その会議が金取れそうですからね。映し出させてる、なんか割とカオスな映像があったんですけど、その時に、うん、まあ、すごい大変だと思うし、みんなもどうしたらいいか分かんないと思うけど、うん、でも、お家にこんだけいるってことは、何かできるよっていう話がすごくしましたね。やっぱり私自身も家で、自粛中も、YouTube を作って、発信することによって、確かにメディアに出れなかったり、公演がなかったりとか、握手会でファンの人に会えなかったりするけど、自分で発信することによって見てもらえるものはたくさんあるし、そのコンテンツって今溢れてるじゃないですか。はい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 、だからここで何かやった子が伸びるんだよっていう話は、なるほどね。すごくしました。もう、完全な上司です。いや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 。でも、ほんとその通りで、こんなに長く家に時間なくて、そうですよね。アイドルの方も、まあいわゆる一般の働かれてる方々も、その、普段やっぱり他人のために時間使うこと多いじゃないですか。何時にここ来てください、うんうんうん、いついつまでにこれやってください、うんうん、これからここまでこの場所にいてくださいってに対して、はい、本当にこうある意味すごく自由っていうか、うんうん、自分のために使える時間が増えたのは良かったかもしれないですね、うん、そうですね、うん、確かに本当に自分と向き合えるのはすごく多かったです、うん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 、やっぱグループにいると他の子のこと考えたりとか、うん、やっぱりお姉さんでいなきゃいけないっていうので悩み相談を受けることで、まあでもそれが私の役目だなと思ってたし、うん、それが楽しいと思ってたんですけど、うん、初めてこう自分自身と向き合うと、自分という人間が、ここに来て初めて分かった一年でした。うんうんうん、でも本当に、今の時代って、結構自分のことを一番、後ろ回しにして、後回しにしちゃいますよね。そうですよね。なんかこう、アイドルってやっぱ求められるし、うん、運営からも求められる、ファンからも求められて、うん、自分が本当にこれやりたいんだっけとか、そうなんです。これって私楽しいんだっけとか、そうなんです。私がやりたかったのこれだっけっていうのを、自分自身を無視し続けた9年だったなって本当に思いました。うん、でもそれが何にも苦でも何でもなかったんですよ。うんうんうん、これが私って。うんなんか、そう生きてるのが私って思ってたから、自分の気持ちと向き合う瞬間が、あんまりなくて、うん、で、やっぱり落ち込んでも、明日は来るし、うん、明日になれば、また、やっぱり、劇場公演に行って、笑顔で踊らなきゃいけないし、こう、やっぱ48グループって本当に毎日、いろんな刺激があるし、一つ気を抜いてしまえば、もう誰かに抜かされるので、それがね、やっぱしんどかったから、こう、そこにこう、しっかり悩むと置いてかれるんですよ。うんだからもう。悩みすぎると、足が止まっちゃうからね。そうなんです。無視し続けるしかなくて、YouTube もそうなんですけど、やっぱり自分自身と向き合って、一旦動画の更新をストップすると、やっぱいろんな人たちが出てくるんですよ。だから、そこはすごく、今でも、そこは変えれないけど、でも、前まではグループにいて NMB の活動を一生懸命やりながら合間で YouTube するだったんですけど、今はもう自分自身のことだけなんで、
自分とはすごく向き合えてる時間なんじゃないかなって思います。なるほどね。うん、でもそんなね、こう、あかりんといえば、うん、こう自己プロデュース力が高いっていうのが、はい、まあファンとしてはおなじみだと思うんですけど、YouTube で動画をアップし始めたのが2016年の2月で、うん、そこからまあ3日から4日くらいに1回はもう動画をどんどん投稿して、はい、今登録者数が81万人くらい。はい。っていうことですよね、はい、でまあ始めた時は、うん、まあ今に比べて美容系の YouTuber ってそんな多くなかったと思うんですけど、全然でしたね、その頃はこれアイドルで、うん、もう後輩もいて、はい、こう引っ張らなきゃいけない、うん、はい、しかも追い抜かれるのは嫌だみたいな、そうなんですよ、この両方の気持ちがあって、この時期が一番後輩に追い抜かれすぎてた時期で、あ、でもそのタイミングで、うん、はい、これなんで YouTube トライしようと思ったんですか、アイドルを頑張って行くやり方もあった中で、うん、まあ結構な問題児な時期でもあって、うん、もう一番の挫折を味わった時期だったんですよ、うん、ここは、うんうん。で、もうどうしようもないし、うん、でもこのままやめたら、自分にも負けてしまう、うん、どうしようってすごく考えた時に、うんうん、後輩たちも私は押してはもらえない。スタッフの皆さんにも。うんうん、ファンの皆さんも、うん、NMB のファンの皆さんは私をもう知ってる方ばっかりだと考えた時に、うんうん、誰も知らないところに飛び出した方が、うん、村はちっちゃいじゃないですか、やっぱここは。はい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 、だからもっと広い世界を見なきゃいけないって思ったのと、うん、やっぱもうあとはもうスタッフさんにも私は押してもらった時期もあったし、うん、ファンの方も全力を注いでくれた時期もあった。うん、もうあとは全部自分次第なんだって思った時に、うんうんうん、自分には何にもないなと、うん。その時はちょっと不安だったんですか？やっぱすごかったんで、周りが山本さやかちゃんだったり、渡辺美幸ちゃんだったりと。うん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 、すごかったし、うん、それに何か勝てるってものが全くなくて、うん、この頃はまだモデル活動も知名度がなさすぎてできなかったんですよ。うん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 、だから、うん、どうやったら私はモデルになれるのか、うん、もっとたくさんの人に知ってもらえるのか、うん、まずモデルになりたいんだったら、雑誌の専属が欲しいんだったら知名度を上げなきゃいけないって、うん、全部分析した時に、うん、SNS だっていうのはすごく思ったんですよ。なるほどね。で、その時に、うん、Twitter で30秒の動画をなんか、お休みの日にちょっと撮ってみて、うん、編集してみてあげたら、うん、今までに見たことないいいね数だったり、バズり方をしてネット記事になったりとかして、うん、グラビアとか以外でネット記事になるんだと思って、あ、こういうのもありなんだって感じた時に、もっとやっていきたいと思って、しばらくは30秒の動画を続けたんですけど、ツイッターでね。そうなんですよ。これじゃ伝えきれないなと思って、うん、YouTube で初めて、私 YouTuber とか全然知らなかったんですけど、うん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 、YouTube で、メイク動画って検索したら、うんうん、私が思ってたメイク動画は海外のああいうおしゃれな、うん、なんかもう、すごいアーティストな感じのメイク動画だったんですけど、うん、普通に自分のままメイクを教えてる川西美希ちゃんっていう、うん、もう初期の美容系 YouTuber の方がいて、うん、美希ポンちゃんがやってんのを見た時に、うん、これならできる私も、うん、これがやりたいって思って、うん、自分のままでいいんだと思って、うん、この時ちょうど紅白の時期だったんですけど、うん、社長のとこ行って、紅白の楽屋裏で、うん、私 YouTuber になりますって言ったら、もう勝手にやればみたいな感じで。でも、勝手にやればって言ったものの、なんかもう最後に期待してくれたんでしょうね。うん、機材だったりとか全部用意してくださって。へー、で、あとは自分で頑張れよっていう圧なんだろうなって。私はこれの元を、ま、準備はしてやったぞっていうね。うこれの元取らなきゃって、うん、思って、うんもうですね、照明とかも何もわかんないまんま、うん、編集も本当に独学で触ってみて、うんうん、やってスタートしたのが、ちょうど5年前の2月でした。へえ、でも、これすげえいい話だなと思うんですけど、はい、アイドルって組織じゃないですか。はい、で、芸能って事務所大事じゃないですか。はい、そんな中で、ピンでいきなり YouTube っていう、まあ当時まださ、はい、怪しいっちゃ怪しいじゃないですか。そうなんですよ。すごい勇気いりますよね。いやもう、もう、壊れるもんは壊れてたんで、この時には。まあね、何とは言わないんですけど、それは今発売中の私の10年アイドルを、うん、アイドルを10年やって分かった、私が主人公として生き抜く方法っていう本に全部書かれてるんです。この話すると、やっぱどんどん目線がマネージャーさんの方に行きますよね。この話って、この話。大丈夫だよね。いや、でもね、本に書いちゃったんで、もう全部。うんうんうん、じゃあその本もね、ぜひちょっと読んでもらえばいいと思うんですけど、はい、でもやっぱりそこの踏み出すのって大変でしたよね。大変でしたね。でもやっぱもう、うん、ある意味で言うと失うものはないっていうか、そうなんです。もうここでなんか頑張んないと、うん、やべえっていう気持ちがあったんでしょうね。そうなんです。もうこれがダメだったら、うん、私はもうアイドルも芸能界も引退だと、うん、心のどっかで思ってました。自分で追い詰めちゃった。そうなんです。うん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 、親とかも、うん、
もういいんじゃないみたいな。ファンの人ももう上がんないんじゃないっていう視線も感じてたし、やっぱどうしても握手会から人は減っていくし、もうどうしようと思った時に、でもこれを全部負けにしたらダメだなって思ったんですよ。リアルですよね。本当にリアルだと思います。握手会とかで周りと比べて列は減るし。そうなんですよ。私しかも名前順が最悪で、まあ、当時やっぱ人気だったメンバーが、山田奈々ちゃん、山本さやかちゃん、そして吉田あかり、渡辺美幸ちゃんだったんですよ。だからもうさやねーとか、奈々ちゃんとかミルキーのレーンに、の人がいっぱい並ぶにつれて、私の子全然並んでないから、もう、細いレーンに形が変わっていくんですよ。もうそれが悲しくて。ドキドキしますよね。いや、で、総選挙の時も名前順だから、周りはみんな立って呼ばれていくんですけど、私だけ残されたりとか、名前順には恵まれなかったんですけど、でもそれが、悔しいと思ったんで。なるほど。それがまあバネになったんですね。はい、そうなんです。でもこれ、アイドルしながら YouTube やるのって、はい、まあまあ大変じゃないですか。はい、しかも YouTube って、はい、僕自分 YouTuber やったことないんですけど、はい、いろいろ仕事して思うのが、うん、やっぱ最初全然伸びないですよね。そうなんですよ、うん。あの、その初期のしんどさを耐えるってどういうふうに、こう、心を持ってたんですか？でも、なんか、NMB にいると、みんなで撮る50万枚だったり、そんなんだったけど、一人で撮る10万枚って、すごいなって思って、私はなんか、そこが苦しいとも思わず、今でこそやっぱ、いろんなこう、人がやってるから、こう、比べるところがたくさんあると思うんですけど、その時比べるところもなかったんで、すごい10万再生いったとか、もう1万人も登録してくれてるっていう、なんか、初めてのとこに飛び出して、誰もやってないところで数字を出せたので、なんかちょっと認められた感じで、ね、私自身はすごい何も考えてなかったです、はいはい、グループじゃなくて、私が応援されてるとか、そうなんですよ、私が頑張った結果なんだって思えるの嬉しいですよね。そうなんですよ、嬉しかった。で、最初はアイドルっていうのでやってたなと思ったんですけど、次第にこうアイドルの吉田あかりちゃんじゃなくて、YouTuber の吉田あかりちゃんっていうので応援してるよっていう方が結構増えてきて、例えばその音楽番組に NMB で出た時に、その後に YouTube をアップしてコメント欄を見ると、あれ？ FNS 出てたみたいな。あ、私アイドルってことまだ知られてないって。なるほどね。YouTuber 始まりから入って。パターンの方が増えてきたんですよ。はい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 。だから、これでしたね、一番の。ああ、でもそれはすごい励みになるかもしれないですね。励みだったし、これが新しい形かと。やっぱり。こっちが、むしろ勝ち筋なんじゃないかっていうのが見えてきたんですね。見えたんですよ。でも、アイドルってやっぱもう今でこそ、こう、SNS やる人もどんどん多いですけど、結構こう、すっぴん見せたりとか、こう素を見せるのって、アイドルとしてちょっとまあチャレンジじゃないですか。そうですよね。そこって結構ドキドキしませんでした？いや、もうだから捨てるものなかったんで。もう、でも、最初はでも確かに思ったんですよ。これ、ファンの男の人は特に見たくないよなって。だって、推しが出来上がる、その調理過程みたいなの見たくないじゃないですか。推しが出来上がる調理過程ってめちゃくちゃ面白いね。見たくないじゃないですか。なんかすごい嫌だなって思ったんですけど、でも、思ったんですよ。それを見せるから応援したくなる人だっていると。あとアイドルのメイク術を今まで見れてこなかったのが無料で、当たり前に、この寝起きのドスッピのメガネ女のところから見れるっていうのは、そのタブーを私が乗り越えたから伸びたんだなっていうのはすごいやっぱ分かったし、これだなと。なるほどね。でもこれ、自己プロデュースって、結構いろんな人が知りたいっていうか、みんなすごい苦労してると思うんですよ。今って普通の、まあ、会社で働いてる人とか、あるいはフリーでこう文章を書いたり写真撮ったりする仕事の人、エンジニアの人とかも、どうやったら自分のキャラクターをビジネスに結びつけるかって、結構みんな悩んでて、ある意味みんながちょっとアイドルになりたいっていうか、ああ、ちょっとやっぱ、自分をどうやって見せるかってすごい気にしてると思うんですけど、そのアカリンはどうやって自分のキャラクターを、こう、アイドルの自分、で、YouTuber の自分、ちょっと違ったり同じ部分もあると思うんですけど、どうやってプロデュースを作ってったんですか、キャラクターを。でも本当に私って私のまんまが一番だなって思いました。なんかこう、作ってると、どっかで絶対にブレるから、っていうのはあるし、でもそうしていくうちに褒められるポイント、良くないポイントって絶対に言われるから、その意見はどっちもやっぱ必ず取り入れるようにしてるし、私すごく分析中なんですね。分析中？そうなんですよ。この人って何を考えてこれをやってるのかとか、とことん気になったことに関してだけは、こう、
すごい分析するんですよ。最近よく分析してるものって何なんですか？最近ですか、うん、女の子の恋愛感。それ誰、何をサンプルにして分析するの？なんか、もう本当にインスタで出てくるポエムとか、うん、なんか実体験の切ない話とか、うん、それこそバンドの曲の歌詞だとか、うん、あとはなんか恋愛コラムとか、いっぱい読んで、うんうん、私、女の子が、うん、今コスメプロデュースもやらせてもらってて、はい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 、なんでコスメするあんなに買うのかなと、なんで私たちはこんなメイクをしてる、うん、なんであんなにコスメ買うの、そうですよね。なんなん、うん、バケツいっぱい分買ってる人いますよね。いますいます。でも、これ一本で可愛くなって誰かに褒められたいんですよ。承認欲求なんですよ、すべては。でも、メイクって、ただ可愛くなれたらいいってわけじゃなくて、やっぱメイクで本当に顔が変わるって女の子は思ってるんで、それを、こう、今日はこの私、はい、明日はこの私、はいはいはい、今日は誰々さんと会うかこの私って、このメイク一つ一つでなりきろうとするんですね。だからそれって全部私コスメの、その購買欲だったり、可愛くなりたいこの欲って、全部メンタルから来てるなって最近つながって、じゃあこういう時はどういうコスメがいるんだ、これを使ったらどんな気持ちになるんだっていうのをひたすらひたすら考えてやってるんです、メンタルとそれに合うコスメっていうのを分析して考えてるんですか？そうなんです。じゃあ落ちてる時はこれとか、あ、そうですそうです、上げてる時はこれとか、そうです。へえ。だから、失恋したから、彼氏に振られたから、でも可愛くなりたいからこれとか、最近彼氏冷たいからこのリップ使うとか、そういうのを、なるほどね、それでまあプロデュースしてるんですね、出していって提供してるって感じなんですけど。でもその分析中っていつからですか、アイドルになる前？いや、もう全然興味がなかったです、そこには。どこで分析する癖がついたんですか？コスメに関しては本当に好きで集めてっていう分析癖はめちゃくちゃあったんですけど、自分自身とこんなに向き合うようになったのはやっぱ YouTube 始めて、なんかこうすごいプライドが高かったんですよ、 YouTube 始める前は。負けず嫌いだし、すごい昔のファンの方からするとツンケンしたイメージだったと思うんです、ね、全然ないですけどね。本当ですか？今でこそそうなんですけど、でもそれって無駄だなって、それも私は自分の悪いとことちゃんと向き合うように、これが良くないのか、こうした方が良く見られるのか、だったら、そっちの自分になりきればいいんですよ、まず。で、なりきってそれが当たり前にすればいいっていうのをひたすら繰り返しましたね。その、自分の、ありのままの自分も大事にしたいじゃん。はい。でも周りの人に言われた自分も、一回やってみようと思うじゃないですか。はい。そこのこう、バランスってどうやって取るんですか？でも、結局自分がプラスに動くかマイナスに動くかですね。なんかこう、ツンケンしてた時代のことを考えると、やっぱ今と比べると、ちょっと丸くなった頃に、てか丸くなったよねって言われて、昔はこんなんだったよって言われたら、はずその行動ってまずなるじゃないですか。逆にね。だからそういうのをどんどん増やしていって、人から言われるものも自分のものとして、なりきるところから始めてって、もう自分のものにしちゃうっていうのが。なるほどね。なるほどね。一回こう言われたものを、なりきるっていうことを、やってみるのが大切なのかもしれないですね。そうなんです。私、プライドの高いバカが一番ダメだと思うんですよ。プライドの高いバカが一番ダメ。はい、はい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 。プライド高くて悪いとこを認められないで、もう全然成長できないと思ってるので、私は、プライドは、本当に自分の信じるものだけ持っとけば、バカなふりしといても、プライドを人の前で追ってっていいなって、なるほど、ね、思ってます。あかりんさん、ちょっと本当いろいろお話ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ちょっとね、まだ聞き足りないんで、次回もちょっとお話聞いていいですか？はい、もちろんよろしくお願いします。はい、次回もよろしくお願いします。はい、郷三浦のラジオ新大陸。FM93AM124 東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸。タレント、モデル、 YouTuber、 コスメプロデューサーなど様々なジャンルで活躍されている吉田あかりさん、あかりんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。いかがだったでしょうか？いや、でも本当にこうプライドの高いバカが一番ダメってすごいパンチラインだったなと思って、聞いてる人の中でもうわーってなった人たくさんいるんじゃないかなと思います。もちろんね、自分のプライド大事にするのはいいと思うんだけれども、周りの方の話を素直に聞くっていうことも実はすごい大事なので、そこのバランスをどう取るかみたいなことを気にされてみるといいんじゃないでしょうか。それでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょう。ラジオ新大陸、お相手はザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴大でした。